はじめまして、そうでない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。ペネトレイトクリア率 1.81 やっていこう。これ要するにあれだよな、ここの P スイッチ踏まないようにピャーっていかないといけないやつだな。多分これ普通に踏んじゃったらこの後 P 切れてから行けばいいじゃんって思うけど、時間がないんだよな。これオフラインだとあれ出ないんだね、タイムアップの青い文字。よいしょ。だー。一応これ最大ジャンプはそうだよな。P よりも高くなっちゃうから調整はいるっぽい。頭。今のよりは弱めにしないといけないんね。了解。よいしょ。足！てか踏切位置がちょっと早すぎる気がするな。こんくらい？足かこれ。わからん。まあ、踏切位置的にはこの辺ちょっと意識しようか。よし、集中。ほっ。待って。弱すぎ。ほい。だー、強すぎ。よし、切り取り直して。落ち着いていこうか。よいしょ。なあ、これね、P 踏んでから実際に発動するまで若干ラグあるから、最後の方は踏んでいいと思うんだよな。右の方。よいしょ。あ、待って。時間がないって。左から3番目くらいの P に着地すれば、いけると思うんだけれど、よっしゃー！SGTQ シリンドリカルシーダデル。なんて読むんだ？クリア率 0.66% やっていこう。SGTQ シリンドリカル、なんか、あれか？左と右がループしてますよ的なやつ。なんかまあ、あれだな。このリフトの挙動を見る感じ、そういう表現っぽいな。さあ、対戦よろしくお願いします。これは、まずこいつを落として、待って、一回避けます。で、左これ蹴っ飛ばすとどうなる？で、これで落とす。あ、これで俺上行けるね。で、上行った後どないすんの？あ、こっち行けるやん。こっち行って、違うな。あれだ、こいつを再利用しないといけないわ。これで、よいしょ、投げて、で、跳ね返ってきたやつ回収して、で、これ乗って、で、ここで投げます。そしたら、こっち行ける。ナイス！こういう感じか。左と右がループしてますよの再現。まずこれは、どっすん、これ左飛んでくるか、そういう感じね。で、こっち行きます。で、ここもスピンに決まっとるやろ、何しとんねん。いや、なんか、ループの表現うまいよな。で、こっちで、これ右からどっすん来るでしょ。で、こうやって、あ、で、戻ってくる。で、鍵取ります。で、次はあれか、ここの左で、よいしょ、取ります。オッケー、ナイス。あ、どっすんが死んだ。タイムリミット制でもあったんだ。次は、これはそのトゲゾーに乗っていきましょうよと。よし。で、これオンオフ作動さして、左の鍵取りましょうと。いける？オッケー。で、ここ、よいしょ！届け！危ねえ！で、こっからはそのトゲゾーと共に行こうねと。タイミングちょっと怖えな。なんかこういうギミック本家にもあったよね。なんかどこだったっけ？なんか俺友達ん家で DS のマリオをやった時にさ、なんかワールド8のどっかにあった気すんだよな。オッケー、ナイス。なんか、こういうのマリオメーカー3とかで、本家に輸入されないかな？ナイス！いろいろなんか楽しいスピードランとか作れそう。オッケー、中間ね。え、これいけんのか？こっち行ったら。なるほど、土管か！はいはいはい、見せ方がうまいな。この後はこっち行きます。飛びます。で、ここはこれ叩いた方がいいのかな？待って、やらかした気すんなー。ここ、これ土管、これなんか出てくる感じか？これで、あ、カロンでこうやってループしたやつに合流して、オッケー。で、これは、こいつを投げます。こっち行きます。で、これ叩きます。こっち行って、はい、踏んで、あぶね！よいしょ！オッケー。で、これオンオフを、1回、2回、3回、4回、あー、どこ行くねーん。よし、ここ、スムーズに。はい、1回、2回、3回、4回、オッケー。間に合った。で、こう行きます。で、クリボーを踏んで、これ回収すんの？クリボーを回収するとか、そういうことに聞い取られてたら、なんか上から来たわ。多分そっちだろうな、本命は。よし、ただいま、ここでこう踏んで、で、こいつを多分スピンで、よいしょって言って、ここ踏みます。そしたら、メットが、これメット取った後どうすんの？これもしかして、こっから直接、叩ける？いや、無理よな。やっぱこれで待たないとダメだ。じゃあスピンします。あ、で、これでタイミング合わせないとダメなのかな？よいしょって言って。で、これ被れる。オッケー。で、こういうことか。オッケーオッケー。ナイス。さあ、そろそろゴールになってくれ。よかった。GG のさ、よかった。二文字目もあったわ。あ、ここもあれか。そこの土管で ループになってる演出か。よう作られてるマリオが消えた。あいたたたってコース、これ去年ダウンロードしたんだけど、もしかしてこれチピチャパ系か？チピチャパやないかい、やっぱり。
待ってくれ、このコース俺去年ダウンロードしたんだけど。てかそもそもこれさ、コース作られたのが3年前とかじゃなかった？時代先取りしすぎだろ。待って、いける？届く？よし、ナイス。で、ここで取って、で、どこ？これにしておこう。で、ここで投げます。心眼相愛かこれ。ごめん、ネタバレになっちゃうから何の作品とは言えないけどさ。てか、このコース割と時間なくない？よいしょ。割と急いでなんかこのボム投げるとかさ、よいしょ。リンク、どのマスターソード取って、どれ取らないとか、そういうの考えないといけなそうだな。あー、今のめっちゃいい、今のめっちゃいい。ここで食らっといて、で、取って、ね、ここは食らう。で、ここでボム投げる。オッケー。だいぶ効率的に進んでるよ、今んとこ。よし。で、ここ取ります。で、間に合うか。うーそこ、喧嘩。で、これ、開幕でボム投げる作戦どう？これで蹴っ飛ばしながら行く。待って、こっち。なあ、くそ。はい、リンク取るでしょ、ボム出すでしょ、投げる。で、蹴っ飛ばして壁にやっとく。オッケー。で、これで、オッケー。めっちゃスムーズに、一つ目の壁越えた。で、投げる。オッケー、いいよ。で、取る。いけるか、ナイス。で、三つ目。ボム出す、投げる。よし。いいよ、いいよ、いいよ。で、この後で、ダメージ食らいながら取っといて、ボム出して投げといて、いける、届く。で、あとは、この後冷静に、ナイス！みんなこのラッピーっていう職人覚えてるかな？ちょっと前の動画でなんか俺がとんでもないなんかバグコースを出すチーターっぽい人現れましたってやったあの人ね。ちょっとこの人のコースダウンロードしてるんでやっていこうと思います。ウノマース、クリア率 100%?100%? 珍しいな。え？え？ちょっとごめん、もう一回やっていい？突っ込みどころが多すぎるだろ。なんか GG って書いてるし、これゴールいくつあんだ？てか、後ろの背景どうなってんだ？で、なんでスタート2つあったんだ？トランスフォームスピードラン20秒やっていこう。クリア率は 4.16。まあまあまあ、スピランの中では優しめって感じかな。よし、1回もダメージを受けないでゴール。まずはファイヤーからのリンクからの、これ剣好きじゃないな、弓矢などからどう考えてもな。はい、まずファイヤーになって、ファイヤーして、リンクになって、弓矢して、オッケー。で、デカになって、これ蹴っ飛ばして。こんな感じね。で、この後は USA からの、ここでしゃがむっぽいね、しゃがんで、ためジャンプ飛びます。で、剣。よいしょ。で、スターになります。飛ぶ。で、こっち行って。次はどういう変身が待ち構えてる？あ、もうこれでウィニングランっぽいと思ったらなんか最後に総集編が来て時間が足りない。あれかな？リンクの弓矢の時の弓構えてる時の減速が、こんな感じ。みんなちょっと感じたかな？弓撃ってる時って減速するんだよ。それがちょっと響いてる。で、あとここも真下押しじゃなくて、こう右下押しでちょっとでも、右への、勢いつけれるようにしておこうか。これでどう？残り1秒0。まあ、ダメだよな。多分これはもう。だよな。でもさっきよりちょっと近いわ。ここの減速のメカニズムっていうか、どうやったら早くいけるんかっていう、そこがちょっとわからんな。でもなんかさっきのやつ、志か、結構早くいけたように感じたよ。で、ここ右下押し、飛ぶ。オッケー。で、これでリンクでしょ。で、あとはもう祈るしかないわ。よし。集中。さあ、3秒、2秒、1。いや、いけたやん！今、ちゃんとジャンプしてたらいけたやん！なんで足踏み外したよ！ちょっと有識者、リンクの弓構えるときどうすれば速くなるのかちょっと教えてくれ、ナイス！